うも、なめこです。ロンドンのホテルに到着したウプ主。時間がもったいないから、早速夜の観光に出かけるぜ。それでは、ゆっくりしていってね。ウプ主はただいま、ロンドンを観光し始めたところです。前回、ホテルに到着後シャワーを浴びてたら、太郎さんが迎えに来てくれました。シャワーで待たせるなんて、乙女かよ。ホテル近くのパブで、軽くビールを一杯。ビールはなかなか慣れませんが、飛行機を降りてから早3時間。飲まず食わずだったので、最初の一口はめちゃくちゃ美味しかったです。乾いた喉に染み渡りました。飲んでいるビールの種類はわかりませんが、1パインと 568ml と結構なボリュームです。居酒屋で飲むビールは苦手ですが、こういった現地で飲むビールは美味しく感じられます。到着して速攻にパブを体験でき、とてもいい経験だったぜ。その後ウプ主は夜景バスツアーを予約していたので、グリーンパーク駅に移動。ツアーの開始時間まで、すぐ南にある、バッキンガム宮殿を太郎さんに案内していただきました。ここがよく聞くバッキンガムか。夜だとライトアップされてて綺麗だな。なお後日衛兵交代を見に来るだろうと、あまり写真も動画も撮っていませんでしたが、結局来ることはありませんでした。なのでこれ以外の写真はありません。なんじゃそりゃ。その後、太郎さんに見送られながらツアー開始。観光バスに乗り込みます。太郎さんには明後日もお世話になるぜ。観光バスはこんな感じで2階建て。前方は屋根付きで、後方はオープンな仕様です。ほどなくして発車、ツアーの開始です。ルートはこんな感じで、主要なポイントを回ってくれますが、暗いのでウプ主もよくわかっていません。なおツアーといったものの、日本語ガイドさんがいるわけでもなく、夜に運行する、定期周回バスって感じです。案内はありますが全て英語なので、ウプ主としては景色をひたすら楽しむ感じです。ここはグリーンパークから少し西に進んだ、ナイツブリッジ駅周辺です。高級品を扱う店舗や、高級百貨店、ハロッツなどが並びます。確かに高級感を醸し出してるぜ。そうそうこの映像は車両最後尾の手すりに、アクションカムを固定して撮影しています。9月とはいえ日本の秋くらいの気温だから、夜だしオープン座席で風が強いから、めちゃくちゃ寒いぜ。ダウンジャケット着てる人もいたし、防寒着必須だぜ。ウプ主は T シャツ1枚と、薄手の長袖だけだったので、凍え死ぬかと思いました。画面ではウェリントンアーチ、ビクトリア駅前を通過し、ウェストミンスター寺院やビッグベンを目指しています。にしてもこの映像、光源がクロス状になってて幻想的だぜ。さすがウプ主、センスいいぜ。でしょでしょ？工場と呼び、レンズを絞ると撮れるそうな。まあ実のところ、偶然いい感じに映ってただけで、そんなテク、全く知りませんでした。なんじゃそりゃ。左手に映っているのが、ウェストミンスター寺院です。明日観光するので今回はさらりと流します。そしてかの有名なビッグベン。世界遺産の国会議事堂です。
なお2017年8月21日から補修工事が始まり、すでに足場が組まれ始めていました。補修工事の期間は4年間で、2021年に完了予定だそうだぜ。ウェストミンスターブリッジを渡り終えました。今この辺ですね。目の前のは映画館だそうな。奇抜な形した映画館だな。ウォータールーブリッジを通り、テムズ川を再び渡ります。こうして見ると2階建ての赤いバス、結構走ってるんだな。どこでも見るぞ。てっきりレアな乗り物かと思ってましたが、この旅でも飽きるほど見ました。普通に路線バスとして、至る所で走っています。もし時間があるんだったら、2階席の一番前で、ひたすらロンドンの街並みを眺めていたいぜ。なんかいい感じなので、ゆっくりたちはしばらく黙ります。生の音は、風切り音や倍速で変になるからカットだぜ。ロンドンブリッジを渡り、再びテムズ川の南側へ。いかがでしょうか、きらめくロンドンの夜景は。ただただ最高だぜ。美しすぎるぜ。今回のツアーですが、現地オプショナルツアー予約専門サイトのベルトラで、シーロンドンバイナイトという最高会社の、ロンドンの夜景を2階建てバスで巡る、市内観光ナイトツアーを利用しました。ご覧の通り夜景も素晴らしく、時間帯も自分で選べるため席も空いており、ガチでカップルで行けば、いい雰囲気になること間違いないでしょう。ウプ主もぼっちだけど、到着初日から大満足だったぜ。ただ注意点が一つ。ほほう？ツアー自体は75分間ですが、20分前に集合する必要があったり、道路の混み具合でさらに時間を取られます。ウプ主の場合も結局2時間くらいかかりました。最初に言いましたが2階はオープンなので風がビュービュー吹き込み、めちゃくちゃ寒いです。しかし車内にはトイレがない。ということは、尿意を感じたら終わりです。ウプ主ツアー前にビールを飲んでいたこともあって、ツアーが終わる頃には決壊寸前でした。旅先で漏らすなんて、笑えねえな。このツアーに参加する場合、
防寒着は必ず持っていき、夕食を取ったレストランで、必ず用を足しておきましょう。アルコールも控えめにな。今確認したところ、集合場所すぐのグリーンパーク内に、公衆トイレがあるようですが、24時間使用可能なのかは不明です。綺麗な景色の中汚い話になっちゃいましたが、地味に重要なのでご紹介しました。なお今回のツアー料金ですが、18ポンド、2800円となっており、比較的良心的、というか結構お安く感じちゃいます。物価の高いロンドンのことを考えると、破格の安さだぜ。気楽に参加できるし、おすすめのツアーだぜ。そして最後にメインイベント。ロンドンと言ったらこれ。タワーブリッジです。おお。これがかの有名な、ロンドンのクトア橋か。ロンドンのランドマークでもある、重厚なゴシック様式の羽根橋です。ここも明日じっくりと観光するので、詳細はその時に。でもこうやって車で通過するのもいいですね。本当に美しい橋ですよ。そしてこちらがウプヌシアイ。橋も近いし、川辺もめちゃ綺麗だぜ。これはテンション上がりまくりだぜ。今回はここまで。次回で長かった2日目が終わりです。ご視聴、ありがとうございました。